小福亭恵美子、兵庫県神戸市出身の女性情報落語家、福和術師、メルボルン在住。唯一海外を拠点に活動する落語家、英語落語、福和術落語で世界を回る。日本にも定期的に帰国し、天馬天神繁盛亭などに出演。オーストラリアゴットタレントでは準決勝まで進む。南半球最大規模のフェスティバルアデレードフリンジでは、 個性を獲得する。Amazon プライムビデオでソロショー、Absolutely No. ーーマル配信中。かつては警察官、アナウンサー、DJ であった。語学留学で培った英語を用いて、海外を中心に落語の講演をしている。神戸山手女子短期大学卒業。神戸市婦人交通指導員として警察に勤務し、福和術を使って、 交通安全を教えていたのが、福話術を始めたきっかけ。3年勤めた後、カナダに留学し英語を習得する。帰国後は、アナウンサースクールに通いながら、タレント活動を開始。読売テレビ、24時間テレビ愛は地球を救う、大阪会場司会を3年連続担当。ラジオ大阪、大阪の街この人、FM うじ、ボンバーナイト FM ビーチステーションなど、 関西を中心に多数レギュラーラジオ番組を担当。英語が堪能ということで、シンガポールに単身で移住し、FM96.3 シンガポール国営放送局ミディコにて、ラジオパーソナリティとして、多数の生レギュラー番組を5年間担当し活躍。取材で訪れた落語会で見た、小福亭各賞のパペット落語に感動し始めは、弟子入りを断られるが、 各省がロンドンを活動拠点にすると聞き、1日先回りして、ロンドンヒスロー空港で迎え、弟子入りを許可される。2004年3月30日に各省に入門。ロンドンにて4年間修行。学校公演、コメディークラブ、ストリートシアター、劇場と幅広く活動。2004年にはエジンバラフリンジフェスティバルにも出演。2008年より大阪に移住し、 天馬天神繁盛亭を中心に活動。帰国してからは日本語の本格的な古典落語にも力を入れる。2010年4月より再びシンガポールへ移住。2012年よりオーストラリアメルボルンに移住し、英語でのパペット落語の会、学校公演でオーストラリア中を回りながら、定期的に日本にも戻り、繁盛亭などに出演。師匠同様、 パペット落語や英語落語、福話術を使った落語に取り組んでいる。2013年より1年間、東京に移住し活動。三遊亭円城の落語会や、三遊亭白鳥と江戸の新作女流落語家と、落語会で、共演や、英語落語の会を開催する。2014年より、拠点をメルボルンに戻し世界を回る。2020年アマゾンプライムビデオ US& UK にて、ソロショーアブソルートリーノーマル配信中。英語落語、福話術落語で世界を回る。海外を拠点に活動する唯一の落語家である。日本語と英語のどちらにも力を入れていた。2014年メルボルンに、再び移住。メルボルンインターナショナルコメディーフェスティバルに2014、2015年、2018年と2週間、連続単独公演を行うなど、 オーストラリアのみならず、ロンドン、エジンバラ、パリ、ドイツ、アメリカ、ニュージーランド、東南アジア、太平洋諸国など、海外公演を行っている。読売テレビ、グッド、地球便で、オーストラリアでの活動を30分間特集で、紹介される。2016年オーストラリア、エスガットタレント、オーストラリアズ・ゴットタレントでは、準決勝に進出し、ファイナリストに選ばれる。 2017年世界国際女性デーでは、オーストラリア国営放送 ABC、ラジオ、テレビ出演。2018年テレビ東京、なぜそこに、日本人海外で有名人特番で特集される。2019年南半球一最大規模の、アデレードフリンジフェスティバルにて、ソロショーアブソルートリーノーマルが5世を獲得する。2020年アマゾンプライムビデオ US& UK にて、ソロショーアブソルートリーノーマル配信中。英語落語、福話術落語で世界を回る。海外を拠点に活動する唯一の落語家である。ありがとうございます。